こんにちは、ピアノレッスナーのゆうきです。今回はですね、音楽レッスンのオンラインレッスンなどで使える Zoom アプリの設定方法を初めての方でも分かりやすいように解説したいと思います。で、今回の内容はパソコンを使っての内容となります。スマホ版の設定方法については以前の動画でも解説しておりますので、そちらをご覧ください。今回解説する内容は1、アカウント取得方法2、Zoom 会議を主催する方法3、生徒さんに案内する方法4、画面の操作方法5、音楽レッスン用の詳細設定ということです。はい、ということでまずは Zoom のアカウントを取得していきましょう。こちら Zoom で検索をします。はい、そうするとこの Zoom のミーティングですね、こちらをクリックして、こちらでサインアップは無料ですというところをクリックします。これもアカウント持ってる人はここを飛ばしてもいいですということで、生年月日を入力していきます。で、メールアドレスを入れるか、こちらの、Google とか Facebook でサインアップすることもできます。はい、でこれでサインアップをクリックします。はい、で、メールが送信されたので、メールが届きましたらこちらですね、下記のボタンクリックしてメールアドレスの認証をしてくださいということで、このアクティブなアカウントをタップします。ここはいいえにします。続ける。はい、ここで名前を入力しましょう。パスワードも入力します。こちらはスキップして大丈夫です。私はロボットではありません。煙突を選びます。で、手順をスキップ。はい。で、マイアカウント行きましょう。そうすると、こういうふうにアカウントが作れたことがわかります。もう一度パソコンの画面に戻りますと、こちらからサインインをしましょう。はい。これで、Zoom にサインインすることができました。はい、ということで、ここからミーティングを開始する場合ですね。右上のミーティングを開催する。この辺、ビデオを例えばオフをタップすると、こちらの Zoom のソフトをパソコンに入れる必要があります。こちら Zoom ダウンロードを実行します。ということで、こちら許可します。パソコンの方でダウンロードが終わりましたら、はい、こちらですね。インストーラーを起動します。はい、で、インストールですね。はい、これでインストールが完了しました。ということで、これで、Zoom のパソコン用のソフト、アプリですね。こちらを入れることができました。ミーティングに参加。はい、で、マイクのアクセス、許可します。サインインをしましょう。先ほどのメールアドレスを入力しましょう。で、パスワードも入力します。で、サインインですね。はい、これが、Zoom のパソコン版のアプリになります。ここから新規のミーティングを開始することができます。それでは、Zoom の会議、オンラインレッスンを主催する場合に、ビデオ会議の開始方法ですね。こちらの新規ミーティング、こちらを起動します。アクセス許可をします。こちらですね、カメラにアクセス OK にします。こうするとカメラがオンになりますね。そして、今参加者は私一人です。ここにですね、参加者を招待してみましょう。こちらの右下の招待。で、招待リンクをコピーということで、こちらを招待したい方にメールで送ってみましょう。はい、これで送信をします。これで送れましたね。はい、そうすると、まあ、ちょっと、私のこれサブアカなんですけれど、相手が参加するとここに待機っていう風になるんですよね。で、これを許可します。はい、ということで、まあ、ちょっとこれ別の部屋に今行ったんですけど、これ映っているのは相手の画面ですね。で、上には私の画面が今映っています。これでもうビデオ通話を開始することができているということですね。で、画面の操作方法なんですけれど、これでですね、この左下でこういう風に喋ると、マイクがこうやって緑色になっているの分かりますね。これをバツにすると音が聞こえなくなっちゃうので、これはオンにした状態。それからビデオもオンオフ。これもオンにしましょう。それからこういう風にチャットなんかも送ることが Zoom ではできます。とか、ファイルとかもここから送れますね。このレコーディングを選べば、レッスンの様子をレコーディングすることもできます。後でレッスン内容を確認したい時に便利ですね。一旦ちょっとこれで終了にしたいと思います。はい、これで全員に対してミーティングを終了。ということで終了します。これが Zoom のパソコン版でのビデオ通話の一連の流れになります。それではですね、次は詳細の設定を見ていきましょう。音楽レッスンをするには、この詳細の設定がとっても大切になるので、こちら必ず設定するようにしましょう。
で、詳細の設定の仕方なんですけれど、こちらの右上から設定で、はい、これで設定が出ますね。そしてですね、こちらのオーディオの方に行きましょう。オーディオで、今私喋ってると、このマイクがここが動いてるのがわかると思います。そしてですね、音楽レッスンではこのマイクの音量自動調整なんですけれども、こちらはオフにしましょう。このチェックを外した方が音楽レッスンの場合にはいいです。他の設定方法についてはこんな感じの初期設定のままでいいと思います。そしてですね、ここの右下の詳細に行きましょう。はい、ということでここですね、このインミーティングオプションをマイクからオリジナルサウンドを有効にするを表示、はい、これ絶対にチェックをしてください。これは以前のスマホ版の解説でも説明したんですけれども、このオリジナルサウンドを有効にする表示をオンにしておけば、はい、この左上にこのオリジナルサウンドを今オフにするってなってるんですけれども、このチェックを入れるとここ表示がされるんですよね。これは音楽レッスンでは絶対にオンにするようにしましょう。でないとピアノの音が途切れ途切れになったり、長い音とかもすぐに切れてしまったり、まあ音楽レッスンでは必須の項目です。こちらを、この状態ですね。この状態がオンになっているっていうことですね。このオリジナルサウンドをオフにするっていうことを選択できるっていうことは、今オンになっているっていうことなので、この状態でレッスンをするようにしましょう。生徒さん側にもオリジナル音声の有効化っていうのはチェックしてもらって、毎回のレッスンでそちら有効化にしてもらうようにしましょう。ということで次のオーディオ処理ですね。こちらの連続的な背景雑音の抑制なんですけれども、こちらは無効化にした方がいいと思います。そして断続的な背景雑音の抑制、こちらも無効化にしましょう。そしてエコー除去についてはこちらは自動でいいと思います。これで音楽レッスン快適にできると思います。パソコン版の方がスマホ版よりもこういう風にかなり細かく設定ができるので、Zoom をオンラインレッスンで使っていて、パソコンを持っている先生はパソコンでこういう風に細かい設定ができるのでおすすめです。これでパソコンの設定方法は完了です。はい、いかがだったでしょうか。今回はパソコン版の Zoom の導入方法から音楽レッスンでの設定方法までご説明をしました。こちらの設定でできるだけ音質の良いオンラインレッスンができるようになるといいと思います。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立ったと感じた方はいいね。それからコメント欄にもコメントをお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。